どうも、柴田です。今日はね、例のドローン少年ノエル君の、件をね、うちの猫に、ちょっと、うちの猫の意見を聞いてみたいと思います。まずはですね、やりました。あそこにいた、キーニャンの意見から聞いてみましょう。ちょっと今回ね、問題になってる、AR ドローンで問題になってるノエル君の件ですけども、キーニャンはどうお考えですか？キーニャン。やはり、タコイと呼ばれる人たちが一番悪いんじゃないかなと思います。少年にラジコンを買い与えて、少年をラジコンにしていたんではないでしょうか。なるほど。じゃあちょっとビヨンに聞いてみましょう。ビヨンさんはどう思いますか？ビヨン？ビヨンさんどうお考えですか？ビヨン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 さんはどうお考えですか？ビヨン、ビヨンさんはこの AR ドローンについては今回の件どうお考えですか？お、アンコさん、アンコさんはどうお考えですか？アンコさん、アンコさん。でも警察の対応もちょっと強引だったんじゃないかしら。あ、そうですか。ドローンを取り締まる法律がないからって無理やりすぎよ。なるほど。ビヨンさん、ビヨンさんはどうお考えですか？ビヨンさん、ビヨン、ビヨンさんはどうお考えですか？ビヨン、ビヨン、ビヨン。お前いつもすげえうるさいだろ。なんでこんな時泣かないんだよ。